アーセナル、ボーンマス相手に1点も取れず行く。プレミアリーグ第8節、アーセナル VS ボーンマス。マルティネッリがビッグチャンスを決めきれずと思ったら即座に失点。やはり流れというのは恐ろしい。これはマルティネッリのせいって言ってもいいと思うよ。一人少ない中の決定機率はこういう失点につながる。トロシャールの決定力とマルティネッリの運動量を合わせ持ったウィングいねえかな。サリバ退場相当痛いなこれ。まだ序盤だけどこの辺りで勝ち点落としてると絶対後半に視点についていけなくなるぞ。トミアス不在がつくづく厳しい。サリバ退場でセンターバックもサイドバックも手札が少ない。今日のアーセナルはアーセナルのプレイをしていないからサリバ退場が起きたと思ってる。境ないとはいえある程度ボールをら落ち着かせてたらこうはなってない。サカ、ウーデ、サリバという各ポジの要人たちが全員いないとは。アーセナルがサカとウーデのチームってことが分かった。今日はゲーム内容でもいいところ一つもなかった。次のリパプール戦、サリバいません、ウーデいません、サカいません、トミヤスいません、ケンバーいません。何これ地獄かよ。ひどすぎて悔しいより情けないが勝つ。